この番組はキリン日立建機富士重工武田薬品スタミナ食品株式会社とご覧のスポンサーの提供でお送りします。濡れたら剥がせる、シワが寄ってもすぐ直せる、綺麗に貼れる、剥がせる壁紙キュータック。朝日ペン。これはただの洗剤ではありません。頑固な油汚れをさっと落とし、次の汚れをこびりつかせないフッ素の膜を張ります。幕張り。あちらもこちらもキッチン洗剤朝日ペン。今シーズンの最高峰を決めるにふさわしい青空、そして舞台は整いました西武ライオンズ球場です。ペナントレースは4月に開幕して、まさにこの日を目指して12球団のプレーヤーは頑張ってきたわけですけれども、勝ち残りました西武とヤクルト3勝3敗でいよいよ今日 CU を決するという日本選手権シリーズ第7戦を迎えました。西武ライオンズの先発ピッチャー渡辺久信がプレーボールの第1球です。3勝3敗で今日のこの第7戦になりました日本選手権シリーズ。今日のこの放送は解説が有藤道夫さんと衣笠幸男さん、そしてネット裏最前列にはピッチャーの投球分析に佐田岡昌司さん、両チームのサイドリポートは一塁側ライオンズを TBS の佐古忠彦アナウンサー、三塁側スワローズを TBS 林正弘アナウンサー、実況担当は TBSC の茂でお伝えしてまいります。渡辺久信、そしてスワローズの方は川崎という両先発で始まりました。ヤクルトの先頭バッター飯田に対しましてワンツー、ご覧いただいておりますのがヤクルト、西武の守りです。バッテリーが渡辺久信と伊藤、内野は清原、辻、石毛、田辺、おなじみの内野陣。今日はライトにスタメンで山野を持ってきております。西武ライオンズです。速いボールで2ストライク2ボールになりました。まあ、有藤さん、いよいよ泣いても笑っても今日という形になりましたね。そうですね、まあ、今年の日本一は今日決まるわけですからね、はい、悔いのないような戦いをしてほしいですね。そうですね。先頭バッターの飯田に対して 2-2 変化球を打ちました。セカンドは正面、先頭バッターを打ち取りました。ワンアウトランナーはありません。まあ、衣笠さんもですね、選手時代に第7戦というのは何度もご経験ありますけれども、そうですね、やはり独特の雰囲気というのはあるでしょうね。そうですね、追い詰められたということを、ね、よく言われるんですけども、はい、そうじゃなくて選手になってしまいますとね、開き直れるのが第7戦ですね、はい、なるほど、もう今日で終わりだと、はい、だから今日はヤクルト西武、精神的にはもう互角になったでしょうね、はい、そうでしょうかね、はい、飯田、新井、古田、広沢、克実、そしてハウエルと続きますヤクルトの上位打線です。1回の表のスワローズの攻撃は先頭の飯田が倒れました。そして、今日はネット裏には佐田岡昌司さんがピッチャーの投球をいろいろと解説してくれますが、佐田岡さん、はい、渡辺久信とそれから川崎という前回非常にいい登板をした者同士で今日ぶつかりますね。そうですね、まあ、今渡辺久信ヒットは打たれましたけど、はい、ストレート系で押してますね最初はね。なるほど。ただね、西武側のベンチが言ってるんですけど、はい、まあ、1試合いい投球をしたけど、まあ、コントロールだけだなとか言ってましたね、はい、その渡辺久信がこの2番の新井にヒットを打たれまして、ワンアウトでランナーは1塁になりました。とにかく1戦2戦は先週この所沢でヤクルトが猛打に物を言わせまして圧倒して連勝いたしました。神宮球場に戻りましてからはこの第3戦で渡辺久信投手の好投、第4戦は1対0という際どい試合を川崎の好投でヤクルトがものにして先に王手をかけました。しかし第5戦は西武、特に9回の怒涛の攻撃もありまして2勝3敗星を返して所沢に戻ってきました。そして昨日雨で1日間を置きましての第6戦を迎えたわけで、この試合は秋山の劇的な満塁ホームランで先行点、そのままなんとかストッパー3枚を要するこの西武が逃げ切って、いよいよ逆王手をかけてこの第7戦に持ち込みました。
ワンアウトランナー一塁で古田が登場しています。木梨さん、このヤクルトの打線をですね、はい、西武の投手陣がこの古田、広沢あたりそうですけれども、3戦目からガラッとこの封じ込んできたという印象が非常に強いんですけれどもね。そうですね、ちょっとですね、ヤクルトの打線をはじめ西武の投手が怖がったっていう表現が当たってるんじゃないですかね。ちょっと警戒しすぎて、はい、フォアボールをちょっと出しすぎましたね。それに勢いに乗られたっていう感じだったですけどね、はい、そのあたりは逆に言うと有藤さん、渡辺ストロムは第3戦で連敗という苦境の中、見事にこの逆境を跳ね返したわけですよね。そうなんですよね、まあ公式戦の時はそんなに良くなかったんですが、絶対勝てなきゃいけないゲームでね、はい、自分の投球ができた、これはやはり渡辺の強みでしょうね。選択肢を捨てて3塁後ですが、石毛は悪送球、一塁ランナーの新井は3塁いたします。一塁三塁、昨日最終回でエラーをして終盤もつれた、9回にもつれた原因になった石毛ですけれども、ここも悪送球になりました。まあ、確かに木村さん、鈍い当たりではありましたけどね。そうですね、ちょっとボールをですね、はい、掴み直したというか、はい、それが原因ですね。ここでグラブのところ、ほら一瞬見るでしょ、グラブを、はい、これで焦りましたね。なるほど、名手石毛にしてもやはり、ちょっとね、こういう舞台ですから、はい、ちょっとやっぱ焦ったなって感じですね。もう37歳、この西武ライオンズへ来て日本一はもう年中行事のように経験している石毛ではありますけれども、いやー、有藤さん、何か最初の山がいきなり来たなという感じですね。ね、あれだけその鉄壁の守りをしてたね、はい、石毛が昨日のエラーからね、はい、ちょっとリズム崩してるかなと、はい、言ったところではないでしょうか ね。さあ、そしてこの4番の広沢との対決です。公式戦ではこの渡辺は9勝14敗という不本意な成績だったんですが、第3戦の投球はもう見事に雪辱を果たすといった感じの好投を見せまして、チームに最初の勝利をもたらしました。木村さん、4番の広沢に対して1球2球ぐいぐいストレートですね。そうですね、どちらかというとストレートで押してこられると、はい、よし押し返したろうじゃないかという性格をうまく利用してますよね。なるほど、今の高めのストレートなんてのはね、はい、釣り玉だろうと思うんですけども、はい、それにまあちょっと広沢が乗ってるなっていう、まあ、ここはやはり広沢にしたらもう少し冷静にこの場面考えなきゃいけませんね。まあ、広沢も田辺さんの場合はもう第3戦は出来が良すぎただけですよ。2度はねそんなにいい思いさせませんよということは言ってたわけですけれども、果たしてその言葉有言実行できるかどうかという1回のこのチャンスに登場です。この第3戦では広沢はこの渡辺にはショートゴロ、ピッチャーゴロ、それからショートゴロと打ち取られた内容だったわけですが、いや、月曜日にずれ込んだ今日の決戦ですけれども、お客さんも非常に入りは上々です。この西武球場、うん、2エンド1から近めへ持ってきました。これでカーブが投げやすくなったですね。なるほど、伊藤のリードも、有藤さん、この辺はシリーズは本当に一戦ごとに何か的を絞らせないなというような感じのものが、ね、そうですね、ありますからね。これまで11球投げてね、カーブ系が2球なんですよ、はい、ということはストレートの走りが見ていいでしょう ね。いいと、三塁への伊藤、そして一塁へゆっくりと牽制を取って一つ間を置きました。ピッチャーの渡辺久信、日本選手権シリーズのマウンドは現在6連勝中という、先週のこの第3戦の神宮でシリーズの新記録をマークいたしましたこの渡辺久信。また速い球でした。144キロというスピードは十分に掲示しておりますこの渡辺のストレート。ただ木村さん、面白いことに西武球場では渡辺が一つもこれ勝ってないんですよ、シリーズがね。不思議なことですね、本来ならね、ホームグラウンドってのは投げやすいはずなんですけど、このマウンドっていうのは、はい、その渡辺が立ち上がりいきなりのピンチを迎えております。直球で押してきた後のこのトゥートゥーからの、果たして勝負球はどうでしょう。ネットランの佐田岡さん、
はい、ストレートがやっぱり続きますね、ここもね。あのね、今のボールなんか非常に甘いボールなんですけどね、はい、やはりあの渡辺の中では、この立ち上がりをなんとかしたい、はい、このシリーズ先取点を取った方が勝ってますよね、なるべく先取点やらないようにしたいという気迫がですね、はい、マウンド上から感じ取られますね。そうですか、はい、真ん中のボールをファールになりました、広沢に対しまして、カウント 2-2 から7球目になります。変化球はセンターへ、大きい打球です。秋山が見送っているか、どうだ、センターバックスクリーンの左、ヤクルトの4番バッターに今シーこのシリーズ初ホームの空に、まずは広沢のアーチで日本選手権幕が開きました。東京音頭が鳴り渡る西武ライオンズ球場、木村さん、今のね、はい、まっすぐが続いた後の変化球でしたね。そうですね、ちょっとね、はい、僕は思ってるよりカーブを投げるタイミングが遅かったですね。ストレート2つ投げた後でしょう、はい、あの高めインサイド、あの広沢がハーフスイングしましたね、あの次の球がカーブ投げるタイミングとしては絶妙だったんですけどね、ちょっとね、もうあそこまで行くとそろそろ変化球かなと、はい、バッターも考えてきますね、それにしても有藤さん、ヤクルトとしてはこの上のない形の得点ですね。まあそれもね、相手から気づいてもらったチャンスにね、はい、4番の広沢がね得点したと、はい、これは大きいんじゃないですか。ねえ、バッターボックスには5番のハウエルが入りました。とにかく広沢はこのシリーズまで第5戦にタイムリーヒットで1打点を挙げた、もうその1打点だけだったわけで、こういう形で得点圏で大きな仕事をようやく果たせたという感じの広沢のホームランです。これは木村さん、はい、あの状況舞台とは違いますけど、第1戦のあのハウエルのスリーランを思い出すようなね。本当そういう感じですね、セーブにしたら本当にさあこれからだって言ったところ、カウンターパンチ食らったような感じでしょうね。そうですね、このハウエルがとにかく第1戦の最初の打席でスリーランを打って、1戦2戦は勢いに乗ったヤクルトでした。早くも三塁側の内野のスタンドが規制が上がっております、この西武球場。ハウエルにもワンスリーになりました、渡辺久信。早くも工藤が一塁側のブルペンではピッチング練習を始めております。もう一人右投げピッチャー渡辺久信ですね。野球さん、本当にもうどんどん突き込もうという体勢はね、もうこれもね、今日はですね、はい、もうピッチャーがちょっとおかしいなと思ったら次から次ですね、はい、いやハウエルにもボールが浮いてしまいました。ネット裏の佐田岡さん、はい、これはもう先発ピッチャーの心情からすると無理からのところでしょうかね、これね。やはりね、あの石毛には悪いんですけどね、やはり石毛のエラーでリズムを崩しましたね、やはりなんとあの渡辺というピッチャーは、はい、あんまり計算づくで投げるピッチャーじゃないんですね、はい、あの気持ちを非常に込めて、気持ちが乗ってこないとこうボールがいかないタチのピッチャーなんですよね、はい、だからこう先に3点取られますと気持ちが切れるのが早いんですよね。だからまあ日本シリーズだからなんとかこう持って、確実に、はい、アウトを取っていくしかないでしょう ね。ただ苦しいですね。そうですね、一言。森重和ピッチングコーチが1回間を取りにマウンドへ行きました。まあ、有藤さん、あの第3戦に高騰した時にはあの力ばかりで押してはいけないということでフォークボールをうまく、混ぜることができたということを言ってまして ね、かなりかわしましたよね、カーブ、スライダー、フォークでね、はい、ですからこの広沢にね 1,2 球で2ストライク取った時ね、はい、フォークボールのタイミングがいつかなと見てたんですが、投げなかったですね、ちょっと使わないままね。まあだけど新野さん、この第7戦という場面に立てば、誰しも力むな言っても力むんじゃないですか。でしょうね。
俺の球を打ってみろというような形になるでしょうね、はい、そうですね。池山も思い切ったスイングで空振り、うん、第3戦はピシャリと抑えた渡辺久信だったんですけれども、広沢に手痛い先制パンチを浴びました。バッターボックスの池山はちょっと神宮球場の第3戦あたりから当たりが止まりまして、ここまで2割3分8厘という数字です。早くも応援に熱が上がります。レフトのスタンド、うん、3球目は強振して三振。特に衣笠さん、第3戦から池山はもう全くノーヒットなんですよね。そうなんですね、まあ、守備の方ではね、はい、よく頑張ってるんですけども、どうしても左肩ちょっと痛めてしまって、左肩ってのはやはりバットを引っ張ってくる手ですからね、はい、今のあの三振でもそうなんですが、ちょっと右手でカバーするような形が出てますよね、はい、なるほどね。そうすると外の球に特に苦しいですね、はい、まあ、この池山も第5戦はとにかくもうその左の肩の痛みを注射で止めて、志願で出場したわけですね。もう本当にね、日本シリーズですから、はい、この後はもうシーズンオフになるわけですからね、2アウトランナー1塁で選手会長の畑です。フォアボールで失礼いたしました。ファーストランナーがハウエル、広沢のスリーランで非常にいい形で先手を取りました。今日のヤクルトの第7戦です、うん、こちらが第4戦に続きまして先発を指名されました川崎健次郎。痛烈な打球は強力ホール、いやー、もうちょっとだったかというような感じの表情の方ですが、一方こちらは森監督です。相手さん、ピッチャーが普通の出来さえしてくればもう持ち直してきたんだということで、神宮以降の試合はね、森監督も振り返ってたんですけどね。そうですね、1、2戦はね、本当に工藤核のね、持ち味というのは全然出なかったですよね、はい。で3戦にこの渡辺佐野がね、チームで好投して、はい、それからこの西武のピッチャーが自分たちの力を出せるようになりましたね、はい。したがって木村さん、このヤクルトもですね、はい、第2戦以降久しぶりにこれ3点まで届きましたからね。そうなんですね、3点ですね、ただ本当に今ね、アルト君が言ったように、はい、もう神宮の3試合、これもはっきり言って西武のペースの試合なんですね、はい。まあ、2勝1敗と西武からするとそうなんですけども、はい、1対0のゲーム、これはもう西武の試合ですよ、うん、はい、はっきり言ってね、外側いっぱい、ここは見逃しの三振に倒れました。しかし日本選手権シリーズこの第7戦、先手はこのヤクルトスワローズ広沢克己の一発で、まずヤクルトが先手を取りました。西武ライオンズ球場から生放送でお送りしております。私はかわいい働きっと、それは日立のミニショベル、小さな天才ランディキッド、一番進んだ地球の耳かきのことです。日立研究。車にポピー置くだけで、車にポピー置くだけで人生バラ色。車にポピー置くだけで、夢かいな。車にポピーポピー、キラッと香るポピーキララ新登場。
ダイアックス。入れねばならぬものがある、忘れてならぬものがある。ニラキャベツもつ、ニラキャベツもつ、ニラとキャベツで牛もつ鍋、牛もつ鍋はコテッちゃん、牛もつ鍋はコーテッちゃん。うるさいねこの鍋奉行は。これにて一鍋落着。ニラキャベツもつ。はいはい、今年の鍋はコテッちゃん牛もつ鍋。広沢のスリーランホームランで幕を開けました今年の日本選手権シリーズ第7戦です。椎野さん、はい、三塁側ですけれどもね、はい、その広沢選手の先制スリーランですが、あの本人はねとにかくチャンスなんで、はい、ランナーを返すことだけしか頭になかったそうですね。ただあの試合前からね、今日は是が非でも勝たなければいけないと、はい、絶対勝つんだというそういう雰囲気をですね、あのひしひしと、ね、感じていたっていうんですね、はい、であの打ったボール本人は全く分からなかったそうです、はい、ただボールが当たって外野に飛んでいって、あ、これで1点になったかなというふうに、ね、感じたそうですね。あ、であの、まあ、控えの投手陣がここでモニターテレビして見てるわけですがね、はい、伊藤投手あたりがね、いやあれは高めの、ね、カーブで、まあ、見逃せばボールじゃないですかと、はい、こんなこと言ってましたね。でさすがの広沢もね、やっぱりもう非常に興奮気味だったらしいですよ。そうですか。でちょっと顔を出しましてね、はい、あと8回あるからと、うん、この一言だけ言ってました。そうですか。三塁側から林アナウンサーの情報だったわけですが、綺麗に晴れ渡りました西武ライオンズ球場。この中央のマウンドに川崎健次郎、このシリーズ2度目の登板になります。まあその意味ヤクルトスワローズバッテリーが川崎に古田、広沢、ハドラー、ハウエル、池山、そして新井、飯田、ライトは今日も橋上です。まあ、有藤さん、あの広沢はねヤクルトの野手の中でももう最年長の野手ですけれどもね、それでもこの興奮して球種を覚えてないぐらいのね気持ちというのがね、いかにもこの第7戦といいますかね、まあそれがね、はい、そういう雰囲気というか、形にするのはね、はい、この日本シリーズの第7戦じゃないですか。そうですかね。で僕も日本シリーズに2回ほど出たんですが、はい、1勝4敗と4勝2敗なんですよ。あ、なるほど。で衣笠君はこれ8戦戦ったことあるんじゃないですか。そうなんですよ ね, ねやっぱ8戦言うと長かったね。衣笠さんはとにかく5回シリーズ出られたうち4回は7戦が3回とか、はい、8戦が1回ですからね。そうですね。大体、野球長く楽しんでましたね。まあ大体そういうチームだったですね。あの勝ち負けっていうものを計算しながらね、はい、シリーズ戦うチームでしたから。なるほど。その3点をもらった川崎が衣笠さん、いきなりのこの辻を歩かせてしまったというね。やっぱり一番心配しているケースじゃないですか、ベンチが。3点というもの、この間 0-0 いったわけですからね、はい、それと3点を守らなきゃいけないと、はい、このあたりがピッチャーの難しいところですね。なるほどね。2番の山野は肩通り送ってまいります。今日は有藤さん、このベテランの平野ではなくてね、この若手の山野を思い切ってスタメンに起用してきましたね。そうですね、まあ、平野は少しその疲れが出てるかなと、はい、いったような部分が第6戦まで出ましたからね、はい、だから思い切ってそのレフトの垣内にしろね、はい、この山野を使うあたり、やはり西武 の, その森さんの考えのしたたかさというか、はい、しっかりした部分があるんじゃないですか。そうですね。シートさん、2番にライズの山野、それから鈴木健が今日も5番、そして7番垣内です。はい、佐藤さん、一塁側ですが、その山野選手今日スタメンなんですけれどもね、あの本人は試合前のミーティングで言われたそうですね。で本人に言わせますと、こんな状況で自分が入っていいのかなという気がしたんだけれどもという話をしていたんですが、はい、あの森監督に言わせますと、今有藤さんもおっしゃってましたが、来年も見据えてシリーズの雰囲気を経験させるということよという言葉がありましたね。はい、この山野がきっちりと送りまして、ワンアウト二塁という形になりました。これはまあ衣笠さん、3点差はありましたけれども、はい、それでもやっぱりこれ1点は扱えそうという。いやもう1点ずつですよ、要するにね、西武からすると9回のうちに4点取ればいいという作戦が今、はい、これはもう1回の裏ですから当然立ってますね、で1点ずつ返すことによって相手に対してるプレッシャーですね、はい、これがやっぱり大きいですね。3番の石毛を迎えてボール2になりました。もうこのシリーズはまさに満身創痍という形で、まあ、シーズン中からもそうでしたけれども、このシリーズでも体を張ったプレーでナインを引っ張ります。
そうですね、2回もデッドボール当ててますからね、いや今日ちょっとね、右の前腕部見せてもらいましたけどもね、色がやっぱりちょっと変わってましたね、まだちょっと詰まりましたが、センターの飯田打球に力がありませんで、2アウト2塁になりました。そして清原を迎えます。まあ、昨日の秋山のホームランもそうですし、それから木村さん、おとといの第5戦のこの清原のホームランもそうですけれども、はい、1球のピッチャーのコントロールミスというのが本当に思い知らされているホームランでしたね。本当になんかね、バッターが打つときはこんなもんかなと思うほど真ん中へピッチャーが投げちゃうもんですね、第5戦でようやくこのシリーズの初ホームランを飛ばしました清原。シリーズの打率としては3割2分とコンスタントの数字をマークしております。ネット裏の佐田岡さん、はい、川崎の立ち上がりの表情ですけれどもね、まあ、なんとかツーアウトまではこぎつけたわけですけどね、あのね、4戦目投げましたよね、はい、その時はストレート系でずっと押してたんですよ、はい、今回はねスライダーが多いですね、そのためにね、はい、ちょっと丁寧に行きすぎてあんまり腕の振りが鋭くはないですね、はい、これですね。そうなんですね、本当に野球の怖いとこですね、これがね、今のインサイド狙ったんですけども、はい、甘かったですね、やっぱり川崎はストライクを投げたかった、はい、それがストライクが欲しいというピッチャーのこの気持ちが、はい、インサイドを狙ったんですけど厳しいところへ投げられなかったっていうことですね、そうですね、またそれ逃さずに打つんですからね、はい、やっぱり4番ですよ。そうですね、まあ、さん打たれた側からするとこの野村監督もね、まあ、あのこの宮本がこの清原にホームランを打たれた時もそうですし、昨日の西村にしてもね、とにかくもう日本シリーズという舞台ぐらいになればもう指先が狂ったというぐらいの言い訳では済まされないんだというのはね、また言ってましたけどね、まあ、そういうところを見逃さずにね、結果を出すというのはやはり清原であり秋山じゃないですか、それと今の清原、衣笠さんも言ったんですが、やはりこの6戦あたりまではね、インサイドを投げられること分かってても打てなかった部分が、今日のねこの第7戦ではね、自分の狙った球が来たと近辺に来たらね、打てたというところにこの評価できる部分があるんじゃないですか。なるほどね、そのあたりがやっぱりこの公式戦のデータが全く当てにならないといういわゆる怖さでもありね、本当に不思議な部分であり、そうですね、まあここにこう、ここのゲーム、今日のこのゲームはね、はい、まあ、データもそれは確かにあるでしょうが、はい、やはり戦う姿勢というか気持ちの持ち方じゃないかね、4番バッターのアーチの応酬で立ち上がりからまた点の取り合いになりました。今日の第7戦です。5番の鈴木健に対して 2-2、 ここはアウトローにいいボールでした。しかし川崎も立ち上がりに点を失いました。この清原の一発の追撃で日本選手権シリーズ序盤どのような展開になっていくでしょうか。3対2ヤクルトのリードは1点です。風だ風だ風だ、早め早め早め、ベンザベンザ、風こじらす前にベンザエース、聞きます。掴んでいますか。今日の手応え、アリナミン A の主成分フルスルチアミンが疲れた体に行き渡ります。朝晩飲んでいい効果、武田のアリナミン A。晴れた4月のグラウンド、白いボールを追いかけて、
しい野球養成クラブ水野テックファイヤー、3色揃って新発売。水野もし顔が四角ならシェービングは簡単でも顔にはカーブがある。そこでシック FX プラス、スムーザーがついた曲がる2枚刃シック FX プラスは顔のカーブに沿って曲がる。だからソフトな深剃り、さらに爽快シック FX プラス。今 NBA グッズが6000名に当たるキャンペーン実施中。1回から点の取り合いになりまして3対2ヤクルトリードでゲームはこの2回の表に入ります。ツーランの追撃というこの清原のアーチが見られました西武ライオンズ球場です。2回の表は8番の橋上から始まっております。これ C のさんね、はい、今石毛のスローイングを見てたんですが、はい、1戦目に右手の手首の上ぐらいにデッドボールを来ましたよね、はい、その後遺症はかなりあるんじゃないかなと思いますね。スローイングですか、今のスローイングなんかでも石毛本来 の、はい、そのなんか軽やかなスローイングじゃないんですもんね。なんかどっかに引っかかりがあるみたいですね、はい、いや実は今日も有田さんトレーナーの人とですね、最後まであのグラウンドへ出てもですね、ちょっと様子を見てもらいながら、ん本当に大丈夫か、ん大丈夫ですよ、なんかね念押しの問答がやっぱありましたけどねグラウンドで。なるほどね、高々と打ち上げました。ハドラーはキャッチャー伊藤がしっかり取りまして2アウト、2アウトを取りました。まあ、今日は先ほどご覧いただいた通り、まあ、有藤さんも木村さんも私ももう外の放送席はワイシャツ姿という、まあ、木村さん十分11月とは思えないね。本当にいいお天気ですね、本当にねこういう天気で、ね、野球やるってのは楽しいですよ、そうですね、はい、まあ、舞台としては、まあ、戦っている選手の皆さん大変でしょうけどね。これはもうそうですけど ね、ただやはりね、はい、やはりいいコンディションでできるってのは幸せですね。ですね、はい、2アウトを取りました渡辺久信です。ただね、はい、この8番からではあったんですけどもヤクルトのこの回の攻撃ちょっとね、はい、あっさりしてますね、うん、そうですか、やっぱりこの1回に3点取って、はい、そしてまあピッチャーっていうのは大体3回までの立ち上がりっていうのは自分を測ってるんですよね様子を、はい、で1回に点取られた、はい、この回どうかなっていう不安を持ってこのマウンドへ渡辺上がってるんですけども、もう橋上が3球目、ハドラが2球目でしょ、5球で2アウトでしょ、はい、ちょっとねこれはね攻め方としてはまずいですね。なるほど、ここも3球目引っ掛けました。ショート渡辺間一髪、飯田は足が速かったんですが間に合いました。木村さんおっしゃるところの非常に割と淡白な攻撃で2回の表0点に終わりました。ヤクルトが依然としてリードしております。Yes or no? 何千に君は帰らない。この走り、このサイズがスポーツワゴン。こんなワゴン、今までなかった。 Yes, Impreza Impreza スポーツワゴン WRX 新登場。スバルから100メガショットネオジオ。ジャマ！いくつもの伝説が生まれ、そして消えていく。狼は眠らない。ガロー伝説スペシャル。SNK。1回から点の取り合いになっております。
日本シリーズ泣いても笑っても今日決着がつくこの第7戦です。昨日の第6戦のヒーロー秋山から始まります。2回の裏です。日本シリーズの成績は3安打ですが、3安打が全てホームラン、ソロ2本と昨日の満塁ホームランでした。昨日あたりを見てました有藤さん、この長距離バッターの当たってない時が本当に怖い、逆に怖いなという感じのね部分を見せつけられた感じがありますが、本当ですね、極端に言えばね、秋山とすればもう自分の打てるゾーンに来ればね、ノーストライクであればワンストライクであれば全て振っていくと、はい、打つという感覚というか振っていくという感覚でいったんでしょうね。昨日も初球のまっすぐは甘いボールであったんですが手が出ずに2球目同じようなコースを左中間へ満塁アーチをかけました。この秋山です。昨日で日本シリーズの秋山自身の通算のホームランは13本になりました。王長嶋に次いで歴代3番目という13号を放ちました秋山。2ストライク1ボールと追い込んでかなり君ヶ崎強引に持っていったという感じですけどね。かなり強引だったですね、見送れば、ボールかどうかなっていうところですけどもね、ただ今日はねやっぱりこういう打球見てもそうですけども、気合は乗ってるっていうことはもう十分感じますね、以前のその考え込んでる秋山じゃないですね。なるほど、思いっきりがいいですもんスイングが、だいぶ第4戦の登板とは状況も違ってきているというこの川崎、清原にツーランを打たれました。ここはうまく落としてまいりましてファウルになりました。川崎は日本シリーズ初登板でこの第4戦には8イニングを投げましたが、とにかく点を取られずに見事にシリーズ初登板で勝利投手になっています。ハーフスイングはどうでしょう、回ったという判定、まあ、君がさホームランを打つ反面ああいう空振りもしてしまうというあたりがね、そうですね、だから本調子ではないんですね、ただ気持ちの中の、その思い切りという部分は、まあ、昨日のホームランでちょっとは出てきたなという形は感じますけどね、そうですか、本調子じゃないですね、ただ今日はね、この打線の中でやはりこの間2安打されているこの垣内、川崎はこのバッターちょっとね、気をつけないと、本当にもう衣笠さんのお言葉の終わらないうちに初球を捉えました垣内、非常に先日のその神宮でやった時も、彼だけは気持ちよさそうに打ってたんですよね、だから今のも何の躊躇もないでしょ、投げたらスッと、ああこれがバッティングかなっていうようなものをね、感じさせてくれるほどタイミングが合うんですね。なるほど、まあ、しかし森監督も有藤さんね、この垣内を、まあ、ある意味での気分転換という形もあるでしょうが、第3戦オーダーを変えた時にですね、そこからも使い続けてるわけですよね。そうなんですね、そのゲームでね、垣内が、まあ、森監督の目にかなうね、動きをしたと、いったところにその垣内の素晴らしさもあるんでしょうが、やはりそのああいう場面でね、垣内が自分の結果を出せるということは、それなりにいいものを持ってるということじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、森監督も今日も試合の前にはある意味で少しずつその切り替えという面も含みながらというメンバー構成ということは言っていたわけですが、その中の一人の垣内がヒットを飛ばしました。まあ篠野さん、日本シリーズでね、若手を育てるために使うというこういう発想はね、これ素晴らしい、すごいですよね。特にこの第7戦ですからね、ただまあこのシリーズの流れを振り返ったとき、木村さん、1戦2戦でちょっと西武の選手の元気のないような部分もあったときに、森監督はその頃からまあ触れていたことではありましたけどね。そうですね、まあ、垣内であり田辺であり、要するに1戦2戦やったときにね、相手の勢いがわっときたと、これは打たなきゃダメだっていうのがあったと思います ね、
だから神宮行った時に、はい、これはもう特に9人の野球になると、はい、でそこで思い切ってこの垣内を使い、はい、そして田辺を入れてきましたね、非常に切り替えが早かったですよ、はい、インコースいっぱいはボール、月曜日にずれ込んだ西武ライオンズ球場ですが、熱心なファンはまさにこの第7戦決着のつくゲームに注目をしております。宮本荒木が準備してますね。三塁側のブルペンですね。やっぱりね、先日とはちょっと趣が違いますね。まだ2回の裏ではありますが、早くも1回目の肩を作ろうという両チームのブルペンです。先日1回、2回ってのはもう8球、9球ですからね、はい、17球で2回終わってたんですから、川崎がね、はい、今日はもう1回だけで16球投げさせられてるわけでしょ。なるほど、まあ、ただあの川崎もこの間良かったんですけど、まあ、あれをそのまま気持ちの中で引きずらない方がいいと思いますと言ってましたけれども ね、 そうでしょうね、いい部分はね、そうでしょうね、そんな浸ってるほど甘くないでしょうって言ってましたけどね、大体野球のゲームというのは3回ぐらいまではジャブの応酬とよく言うんですが、はい、今日は4番の大砲がドカンドカンでしょう、はい、本当最初から殴り合いですねこれね。6球目になります。真ん中の変化球ですが左へ切れました。椎野さん、はい、その他ですけど、あの川崎のピッチング見てますとね、まだ自分のピッチングに乗れないという雰囲気ですね。あの本来のですねストレート中心じゃないんですね、はい、あの変化球の中にストレートを混ぜるというピッチングで、はい、まだまだあの古田にしても川崎のそのいいところがちょっと見えないから苦労しているなという感じに見えますね。佐田岡さん、いわゆるまっすぐならまっすぐな走り具合はどうですか今日は。146ぐらい出てるんですけど、なんていうんですか、こうピッチャーは自分のボールの引っかかる手応えというのを感じる時があるんですよ、はい、142キロでも、だから今日はこの川崎がなんかまだまだあの手探り状態というか、はい、迷いながら投げてるなと感じがしますね。そんな意味で、この下位打線でありますけれども、流れを取り戻していけるかどうかという川崎。それと先日とですね、はい、条件で違うのはですね、はい、風向きが違うんですよ。なるほど、球場は西武の方が少し広いんですけども、風が先日はセンターからホームなんですよ ね、 ね、川崎には追い風でしたからね、そうするとそのリードするキャッチャーにしても、はい、ストレートの速いピッチャーにストレートのサイン出しやすいんですよね、はい、ところが今日のようにこれレフトへ風が吹いてて、いきなりその清原にホームラン打たれた、はい、それもストレートでしょ、はい、ちょっとねストレートのサイン出すってのはなかなかね勇気いりますよキャッチャーは。なるほど、はい、まあ、その意味では形は違いますけど、昨日は石原デッドボールをぶつけてから古田のリードもちょっと影響を受けたかなという部分がありましたし、どうしてもね、粘って9球目、左中間に大きな打球ですがもう一伸びがありませんか。追いつきましたセンターの飯田。2回の裏2アウトになりました。まあ、川崎も第4戦で初勝利を挙げた時にはちょっと微熱を引きずっていて、もともとちょっと扁桃腺が弱いそうですけれどもね。そうみたいですね、シーズンの終盤からなんかそういう風な兆候があったとは聞きましたけども、はい、でまあシリーズ入ってからちょっと寒い日が少し応えて、あの日もその微熱があったということですが、0点に8イニングを抑えて勝利投手になった川崎でした。2アウトでラストバッターの田辺を迎えます。
日本シリーズでは、まあ、1戦2戦は奈良原ショートだったわけですけれども、まあ、打力を買ってということで3戦からは起用されましたこのバッターの田辺です。第3戦では西武に流れを取り戻すスリーランも打ちました。取りましたピッチャーゴロ、垣内が残塁で2回終わりました。ヤクルト1点のリードが続いております。入れねばならぬものがある、忘れてならぬものがある。ニラキャベツポツ、ニラキャベツポツ、ニラとキャベツで牛もつ鍋、牛もつ鍋はコテッチャン、牛もつ鍋はコーテッチャン。うるさいねこの鍋奉行は。これにて一鍋落着。ニラキャベツもつ。はいはい。今年の鍋はコテッチャン牛もつ鍋。君の自由がそのままの君が受け止め。たくさんの夢を集めて信頼の世界へ。カードの可能性を開くために私たち UC カードグループは。いつも大きなスケールで考えます。選ぶなら大きなマーク、カードは UC。 風だ風だ風だ、早め早め早め、メンザメンザ。風こじらす前にメンザエース。聞きます。疲れた体にバイタミンの力を、アリナミン V、 あるいはバイタミンと3つの薬効成分を配合した力を、アリナミン V&V。 武田。秋晴れの西武ライオンズ球場、日本シリーズの第7戦は3回の表に入ります。4番バッターのホームランの応酬、広沢スリーランのヤクルト、清原ツーランの西武。まあ、西武が勝てば9回目の日本一ということになります。ヤクルトが勝てば2度目ということになります。覇権をかけましての第7戦です。有藤さん、3対2という1回の立ち上がりだったんですけれども、2回のこの表裏、両チームのピッチャーをご覧になって、やや落ち着く方向にどうでしょう、行きそうですかね、これね。いや、まだ分かんないですね。ただそのここまでね、はい、1回の表に3点2点取られたピッチャーがね、はい、2回以降基本にガラッと変わることはないと思うんですよ。そういうのはですね、もうやっちゃいけないという気持ちになって投げてると思いますしね、はい、それである程度自分の出来というのをね、はい、3回ぐらいまで僕見るんじゃないかなと思うんですよ。でそれをね、助けるのは打線のあり方じゃないかなと、はい、特にボール球を打たないように気をつけなきゃいけないでしょうね。なるほど。そのボール球という点では新井もここは見極めましてフォアボールになりました。その上で有藤さん、こういう上位打線ですから一つのこれ目安にまたなりますね、その辺がね。そうですね。ですから西武のベンチとすればね、はい、仮にこの古田にね、はい、ヒットでも打たれるようなことがあれば、はい、次のピッチャー来るんじゃないですかね。あー、なるほどね。広沢にはね。そうですか。まあ、そのぐらいね、木村さん、西武もヤクルトもブルペンから動きは今日は早いわけですけどね。今日はもう早め早めに、ねね、仕掛けていくと思いますよ、はい、先ほどはサードゴロ、はい、スタートを切りました、新井です。あー、寸前タッチアウト。いやー、木村さん、これ初球に走りましたね、これで、ね、新井が、ね、野村監督、思い切って、ね、ステテラのサイン出したんですけどね、はい、古田がちょっとやっぱりタイミングがずれてるんですね。シーズン中の古田がね、あんな簡単にヒットエンドランをね、はい、空振りすることないですよ。そうですね、まさか新井の単独スチールってことはないですからね。でしょうね、とするとヒットエンドランをかけたっていうことになると思いますがね、はい、ワンアウトランナーなくなりました。
まあ、有藤さん、ランナーを動かすということで、まあ、昨日のどうしても9回の表 のランナー1、3塁での、ね、エンドランがどうしても話題に上ってくるわけですけどね。そうですね。ですから、まあ、これはベンチの思惑でね、はい、今日のこのゲームをね、そのどういう形でいくかと、はい、じゃあこの3回のノーアウト1塁をね、はい、フォアボールの後、古田の初球エンドラン行ったらと、で古田であれば、はい、そのまあ、木村さんが言ったようにね、空振りはないだろうと、僕たちの読みで言ったと思うんですけどね。はい、これはしかし、木村さん、見方によっては今、野村監督がああいう作戦を仕掛けたのを見ると、まあ、相当点を取り合うような展開というのは、ある程度予想してるんでしょうかね、これ。そっちのゲームだということだと思いますよ。当たり損ないのピッチャーゴロになりました古田。もう第3戦からピタリと当たりが止まってしまった感じがあります、この古田のバットではありますが、ここはピッチャーゴロに倒れました。さあ、そして広沢を迎えて1回にいきなり飛び出しました、このセンターオーバーのホームランです。今年のシリーズでは広沢初本塁ですね、初ホームランですね、打点がとにかくもう1打点しかなかったわけですけれどもね、まあ、本人が一番嬉しいんじゃないですか、ね、池山打った、ハウエル打った、はい、新井まで打ってるのになぜ俺が打てないんだと、ね、そうですね、高々と上がりました、ちょっと清原が眩しそうですが、どうでしょう、蹴りいっぱいのところに飛びました。結局先頭バッターの新井が出塁いたしましたけれども、盗塁の失敗、それから古田広沢をきっちり抑えまして、3回の表スワローズは0点に終わりました。今年の日本シリーズの第7戦、ホームランの応酬の3対2、ヤクルトが1点をリードしております。まあ、木下さん、そのあたりで言いますと、この西武のバッテリーがこの 3-4-5-6 という、まあ、いわばカルテットですけれども、はい、うまいところでこの分断してますね、そうですね、試合の中でね。それはもうあの向こうの神宮行ってからずっとそうですよ、はい、神宮行ってからどうもね、はい、その攻めきれないっていうのは、みんな切られてるんですよね、でノーアウトで例えば先日もあったんですけど、フータが出た、はい、4番の広さ、バントも何もできないですよね、これ、考えてみますと打たせるしかないというね、そういう非常にね、采配的には、はい、ちょっとヤクルトベンチが苦しい場面が続きましたね、だから大体ヤクルトサイドからすると、はい、どうも神宮の3試合はペースとしてはやっぱり西武かなっていう感じを受けたと思います。なるほど、まあ、有藤さんね、そういう雰囲気で西武の今日の練習ぶりなんか見せても、まあ、私昨日も感じたんですけどね、とても先に3つ負けたチームの雰囲気じゃないなというね、なんとかしなきゃという ねそういうその意識が見えないような表情でね、練習を各人が淡々とというか、自分のノルマ的な形のものでね、はい、消化してますよね。そうですよね、ですから僕ね、キャンプからね、はい、オープン戦、公式戦、あるいは日本シリーズと、いろんな場面のその西武の野球に対する取り組み方を見てきてるんですが、はい、キャンプの時は一番目の色はね、血走ってね、はい、やってるように受けるんですよ。なるほどね、その西武の3回の裏、トップバッターの辻から始まります。まあ、そのキャンプの厳しい、激しい、苦しい練習も本当にこの決戦のためにというスタートではあるわけですが、勝ち残りましたセ・リーグチャンピオンヤクルト、パ・リーグチャンピオン西武という去年と同じ顔合わせ、そして同じ第7戦での決着、どちらになるかという形になりました。ツーストライク、ワンボールと一応追い込んではいたんですけどね。そうですね、やはりですね、コースもいいんですけど、はい、やはり自分で自信を持ったボールが投げられてないみたいですね。だからいいコースに決まってるんですけど打たれということで、はい、なんか川崎今日はちょっと危ないなという感じがしますね。ですね、はい、いや、木村さん、これね、西武もヤクルトもこれこの3回上位で2回り目で先頭バッターが出るという、
だからね、なかなかこの辺り、はい、まあ、今日の試合を、ね、迎えて、はい、やはりヤクルトにしたら昨年の悔しさがあると思うんですよ、はい、なぜ勝てなかったか、西武にしたらやはり我々はチャンピオンチームなんだと意地があると思うんですね、これが本当に今からこうぶつかり合いっていうのはこのイニングを追うたびに出てくるでしょうね、先ほどは送りバントを決めたこの 山野、これは当然回が大ごとにそれが高まってくるわけでね、だからテンションが高まってくれば、自分たちはどの野球をやれば勝てるかっていうね、要するにそこへ来ると思いますね、だからやはり西武は自分たちの野球っていうのはこういう野球なんだというものをここからどん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 推し進めてくると思いますし、ヤクルトから見ると打つんだと、我々打つチームなんだと、それを表へ出して攻め込んできたらヤクルトの勝ち目があるでしょうね、その意味で言うと有藤さん、このシリーズの流れで言えば5戦6戦を見るとどうしてもこの流れを西武が取り込もうとしているという動きが出てきているわけでね、まあ点差とかね、内容的な部分はらしさという部分にはほど遠いんですが、勝ち負けということにおいての価値を拾う野球ができているのは西武じゃないかなと思うんですよ、でこういう短期決戦ではね、中身じゃないと思うの僕は、勝てばいいんじゃないかと結果でね、そのくらいの感覚のものがね、西武の方には強いんじゃないかなと思いますね、まあ確かにそのオールスターまではね、チームにしても個人の成績にしてもね、ヒット打っても勝ち星上げてもチームが勝ってもね、内容が悪ければものすごくその反省をし、またどうしなきゃいけないかというものを問われる、あるいは問うというところがあるんでしょうが、オールスター終わればね、一本のヒットがエッジがつきゃいいじゃないかとか、チームにしてもそれが勝ってばいいじゃないかと、いうような形に変わってくると思うんですよ。ですね、さあ3回の裏ボールトゥーになりました。これは平野さん何でもできる場面だと思いますけれども、いろいろね、そうですね、ただやはり僕は手堅くここは同点狙って来るだろうなと思いますね、なぜならそれが西武の野球だから、もう今守ってるヤクルトは追い詰められてますよね、ここでバント来るんだろうバント来るんだろうと、3球目はそのバントをファウルです。ちょっと山野が今は色気を出しましたねあ、自分も勢いというね、そういうことなんですけども、こうやってこの西武の野球っていうものに対する今守ってる人間の中にプレッシャーは感じてますね、それがやはりチームの野球というもののある強いチームなんですね、だからもう古田が盛んにベンチ見てますよね、これはやっぱり野村監督がどう相手の采配を読んでるか、やはり知りたいですよ、ネクストバッターサークルに控えます石毛ですが、ここはワンツーからバントの構えをしております山野、これも切れてしまいました。ここはいわゆる木村さんおっしゃるその西武の野球ならきっちり、ね、決めるこのバントを、ね、したいというところがあるわけですが、そうですね、これはもう平野なら間違いなくやってるケースですね、そうですね、ただまあこういう意味でこのケースでね、山野はさっき言われたように、来年のためのいい経験していることは事実でしょう、とにかくベテランの平野に代わって今日は登場している山野、このシリーズでは1試合出場がありますけれども、スターティングラインナップで出てくるのは初めてですからね、ただ本当にね、さっき有藤君言うようにこの場面になれば勝ちゃいいんです、打ちゃいいんです、バンドできればいいんですよ、はっきり言えばね、もうそういう試合なんですから、一旦ちょっと井原コーチに呼ばれましたこの山野ですが、使用バントの構えはしております。バスターヒッティングが回ってしまいました。有田さん、結局こういう形になってしまいましたね。そうですね、ただその、西武ベンチ、森監督サイドはね、2&2からバスターバッティングをやったんですが、普通だったら
バスターエンドランをしたいところなんですよね、でそれをこの相手の、まあ、バッテリーの球種的なものと、はい、山野 の, その能力的なものを加味してね、はい、バスターバッティングだけにしましたよ ね, ねでそれは今のようにフォークボールを投げられた時に山野というバッターはまだそれに対応できないと、はい、いうところからヒットエンドランまでいかなかったと思うんですけど ね, ワンアウト一塁で3番の石毛に打順が回ります。石毛は第4戦こそ疲労性の腰痛とそれからまあデッドボールの影響もありまして欠場いたしましたが、それ以外出た試合は全てヒットを放っております。今日は最初の打席はセンターフライに倒れているこのバッターの石毛。今年で37歳になりましたが牽引者役として相変わらずチームを引っ張っています。この石毛満塁ドア、池山からそして一塁は間に合いました。西武も3回の裏ノーアウト出塁のランナーを生かせません。3回の攻防終わりまして日本選手権シリーズ第7戦ヤクルトの1点のリードが続いています。スケ久しぶり。肉食えよ。白滝大丈夫ね。これ固くなっちゃうよ、はい、ほら肉食えよ。一番搾りってお鍋に合いますね。春菊もいいんだな。ほら肉もっと食わないと、はい、キリン一番搾りビールってうまいね。嬉しい。野菜も食えよ。私はかわいい働きっと。それは日立のミニショベル。小さな天才ランディキッド。一番進んだ地球の耳かきのことです。日立研究。ここまでは武田薬品スタミナ食品株式会社富士重工キリン日立研究とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからは人と自然と響き合うサントリー、日産自動車、三点製薬、雪印乳業とご覧のスポンサーの提供でお送りします。試合は4回の表に入ります。西武ライオンズ球場、今年で第44回という日本選手権シリーズ第7戦を迎えております。ヤクルト1点リードで5番のハウエルから始まりました。最初のバッターボックスではフォアボールを選んでおります。このバッターのハウエルです。2-3 まで持ち込みましたピッチャーの渡辺ストロブ。日本シリーズ現在6連勝中ではありますが、今日のマウンドは広沢に3ランを打たれて厳しいスタートになりました。強い当たりは石毛。あ、このスローイングはいい球を送りました。サードゴロでワンアウト。
池山がバッターボックスに入ります。このシリーズに入りましてからヒットが5本という池山、昨日も犠牲フライで、9回に満塁のチャンス、1打点は稼いでおります。ネットランの佐田岡さん、はい、渡辺佐信投手の方は逆に持ち直してきた感じというのはそこから受ける印象としてはどうでしょうかね。まだまだという感じがしますね、両投手。ただね、見てましてね、はい、やはりこう日本一を決めるゲームですよね、だからなんとかこの最高の場面でね、両投手もやはりマウンドに長くいたいと思う執念が見えますね。調子どうのこうのじゃなくて、やはりプライドがありますよ、両投手も、特に渡辺さんの場合はもう日本シリーズ6勝という実績は十分に持っているわけですが、ここはちょっとすっぽ抜けましたが、ワンツーになりました。先ほどの回あたりもそうですが、木下さん、まだやっぱりその後はちょっとボール先行という形で出てますかね、これね。そうですね、先日とはちょっと違って、どうしてもボールと来て、苦しいその投球を自分で作っちゃってますね。ただね、シーズン中とは違ってね、非常に根気いいですね。そうですか。それは思いますね。低めの変化球が外れました。渡辺がこの試合で3つ目というヤクルトに与えたフォアボールになります。3つ目のフォアボールでワンアウトランナーは1塁、そのあたりはシリーズでね、この6連勝の中には2度シャットアウトゲームもあるぐらいですからね。そうですね、やはりシリーズそのものに対する自信でしょうね、それがやはりこの根気を生んでいると思いますね、このワンアウト1塁はどうでしょうか。ちょっと打球逸れします。池山2塁へ達しまして、2塁ワンアウトで2塁、渡辺久信のワイルドピッチになりました。今これね、有田さん、ストレートを叩きついたんじゃないかという感じですけどもね。フォークボールでしょ。フォークボールですか、ですから伊藤にしても非常に取りづらいバウンドになりましたね。そのあたりちょっと前を取ります、キャッチャーの伊藤。とにかく渡辺久信にしてみれば、もう1点もやっちゃいけないと、自分が 何回まで投げるんだということはないと思うんですよ、この今の場面であればこの旗をいかに抑えるかというような意識で投げていると思いますから、自然とその勝負球オンリーの投球内容になりますよね。なるほどね、引っ張った打球は1、2塁間、清原から渡辺へ送られました。ツーアウトで3塁になります。そういえばヤクルトの伊勢バッティングコーチも言ってましたけども、木下さん、この西武のキャッチャーの伊藤というのは、ボールツーグラとかそういうボール先行の時でも平気でこのウイニングショットに使うような変化球を配球してくるというようなことを言ってましたけどもね。そうですね、特に野村監督の非常にいいデータの中で、ノーツーから何を投げるかっていうのはこれ非常に克明に僕はデータ出てると思うんですよ、そしてピッチャーと照らし合わせた時にそういう結果が出てるんじゃないですか。なるほどね、ボール2というのはどうしてもそのストライクを取りたいカウントですからね。本来ならばストレート系が多いはずなんですけどね、その辺がセリーグのリード、セリーグの他の球団のピッチャーのリードにはなかなかないんだという話だったんですけどもね。なるほど、やはりね、パリーグのバッターにこう言えることは、長距離打者が多いでしょう、そうするとやはりそういう配球を組み立ててきてますね、なるほどね、
もうウィンタースターね、はい、あのブライアントだっていうのがノーツーからストレートいけないですよやっぱり、ね、だからそういうバッターと対戦してると、はい、自然とそういう配球に変わるでしょうね、はい、なるほど。ここもちょっと変化球が高めに浮きました渡辺久信。その意味では西武のピッチャーというよりも、もうキャッチャーの伊藤との勝負だというようなことも言っていたわけですが、現在広沢のスリーランホームランでヤクルトが1点をリードしております。8番の橋上にワンツーから、ここも高い、ツーアウトですが、三塁に池山マーが頑張っております。ワンスリーからここは思い切って打っていきました。橋上ツースリーになりました。今年の日本シリーズの第7戦、ヤクルトの依然として1点のリードが続いております。100% サントリーモルツ。自分のスピードで歩こう。It's my pace, my legal. 旬に会いに行きました。これどう？大丈夫かね？あ、どうも。というわけで、はい、焼きリンゴ。雪印北海道バター。決戦の舞台にはこれ以上ないというほどの小春日和のまさに日本晴れ、秋の青空に恵まれましたこの西武ライオンズ球場です。ヤクルトが1点リードしてのこの日本選手権シリーズ第7戦、4回の裏清原からです。今日第2号のツーランホームラン、追撃のアーチをレフトスタンドへ叩き込んでいます。椎野さん、はい、一塁側ですが、その清原選手なんですが、あの時打った球はですね、真ん中やや低め、インサイド寄りのストレートという話でしたね、はい、で詰まったし打球も低かったんで、ちょっと心配したんだけれどもという話でした、はい、とにかく今日は勝っても負けても今日が最後なんで、悔いのないようなプレーをしたいですという話でした。で清原選手の言葉じゃないんですが、今日はまあ最後ということもあってか、試合開始当初から西武のダッグアウトから本当に大きないい声が出てたんですが、リードされてもこの清原選手のホームランでがぜんまた活気づいたという雰囲気が漂ってますね。打球は今度は右中間に飛びました。ライトは橋上です。今倒れた清原ですが、これで清原はもう7試合全てにヒットを飛ばしているということになりました。ライトフライでワンアウトです。まあ、有藤さん、この清原はね、西武に入団してまだ
相手の胴上げを目の前で見たことはないわけでね、これがね、まあ野球人とすればですね、まあ得な男だなと言わざるを得ないよね。そうですよね、本当にね、その入団して15年間自分が目いっぱい働いてもね、はい、チーム力がなくてこういう場面に出れない選手が数多くいるんですよ。そうですよね、その中でね、まあ入団初年度からね、はい、こういうビッグゲームに出れるというのはね、はい、野球選手冥利に尽きるんじゃないですか。ですよね、まあその意味でも4年連続の日本一へ向けてこの追撃のツーランだった第一打席の清原でした。その清原とそれから鈴木健が共に倒れまして2アウト、秋山がバッターボックスに入ります。第7戦までこの秋山の満塁ホームランで持ち込みました。木根さん、秋山を打ちたんですけれども、はい、もう昨日今日とうちがこんなに落ち着いて試合の前を迎えられるのも本当に毎年もうけど不思議なムードだということを言いますね、これね。そうですね、まあ一つは慣れてるってことでしょう ね。野球っていうのは楽に勝てないというものをよく知ってますわね。まあ楽に勝てない、まあ、逆に言うと西武の場合は勝たせずにここまで持ち込んだわけでね。秋山は2打席連続の空振りの三振に倒れました。川崎が4回の裏の西武の中軸打線をピタリと抑えました。今年の日本シリーズ第7戦3対2とやっ。Cuánto tiempo ha pasado más, ahora sé que ya encontraré las emociones. Mis recuerdos de ayer, paisajes que soñé, Gloria K, sé que van a empezar a cambiar mi vida. AMG, これからのメジャー、新しいグロリア。Life Together, 日産です。中性タイプで強力洗浄のトイレクリーナーが生まれました。ドミストフレッシュ、中性なのにこんなによく落ちる、本当の清潔を。ドミストフレッシュ新登場。ファーバがね、プラスチックを約 80% も減らしました。省資源を考えた紙パックです。肌に優しい柔らかさ。ファーバ3分の1エコパック新発売。どうぞ。あの、Today is my birthday. ああ。I'm just 30. ああ。I'm just 30. Well, I guess that means that next year you'll be 31. Good luck. サントリーロイヤル。8番、ラストバッターのレックス・ハドラーから始まります。中盤5回の表、ヤクルトスワローズの攻撃に入りました。ヤクルトが広沢のスリーラン、一方の西武が清原のツーランという4番バッターのアーチの応酬。しかし2回からは両チームゼロが続いております。高々と上がりましてショートの田辺、ハドラーが倒れましてワンアウトになりました。本当にうまく攻めますね、ハドラーね、はい、シーズン中ね、
60何打点叩き出したバッターですけども、はい、本当にうまく攻められてますよ、まあ、森監督もねこのハドラーだけはどこが長所で欠点だとよくわからないというようなことは言ってましたけれどもね。リーダーの大きい打球は山野がさばきました。本当にあの掴みどころのないバッターなんです。そうなんですよね、ただつぼりきたら打てるだけの力は持ってる、はい、その怖さがあるんですけど、うまく攻めてますね、そうですね、はい、その意味では有藤さん、今年のシリーズ の、 その、まあ、伊藤含めてですけれども、西武の投手陣の一戦二戦を十分に材料にしたというか、さすがだなという部分ありますね、まあ、昨年もね、ある程度、まあ、戦って分かってますからね、はい、そのバッターの性格というのは分かってると思うんですよ、でチームのね攻撃における性格というものも分析してるんじゃないでしょうかね、今年はね、はい、したがって秋尾さん、これは2年連続の顔戦になっただけに、これはまあそのあたりは去年よりもさらに密度の濃い部分というのは出てきますね。そうですね、それはそのキャッチャーとバッターの戦いといいますかね、古田伊藤が西武のバッター、あるいはヤクルトのバッターとどういうような戦いをしていくかと、はい、いうようなところの駆け引きも面白かったんじゃないですか。センターの打球ですが、余裕を持って秋山追いつきました。ヤクルトもこの試合は2度目の三者凡退になります。5回の表を終わりましてヤクルト1点のリードです。なんか刺激の奥に効き目がある。目の疲れにサンテン FX。 サンテン製薬です。スーパーレイン X がスーパーレイン X プラスに進化。スーパーレイン X プラスは耐久力アップ、よく飛ぶぞ。スーパーレイン X プラスは長持ちするぞ、まだまだ飛ぶぞ。スーパーレイン X プラスは一度乗りで簡単。液体ワイパー、スーパーレイン X プラス新登場。飛びで勝負。久しぶりの桜吹雪だ。この遠山の金さんが百叩き申し付ける。アジの百叩き。へへ。では。おっと、これを忘れちゃ仏作って魂入れずだ。ありがたき幸せ。これにて一件落着。うまい魚と淡麗辛口、サントリー白角キッコーグラス差し上げます。紅葉もこの木々の緑から赤く染まる度合いが進んできたという感じがあります。埼玉県の所沢西武ライオンズ球場です。4月に始まったプロ野球のペナントレースですが、決着は暦の変わったこの11月1日ということになりました。2時現在で18度2分という本当にポコポコとしたいいお天気の下で選手権シリーズ第7戦が始まっております。5回の裏、西武先頭バッターの柿内が三振に倒れましてワンアウトです。まあ、今年で44回目という日本選手権シリーズ、今年も第7戦になりました。ここは川崎がうまく落として柿内を三振に取りました。まあ、有藤さん、今年で44回目のシリーズですが、今日のような第7戦が16回目と、これ一番多いんですね。どういうその気持ちでやってるか僕らは知りたいんですがね。まあ本当に選手とすれば、はい、無の境地といいますかね、はい、かっこいい言葉で言えば、そういう状態でやれてるんじゃないかなと思いますね。そうですよね。我欲といいますかね、はい、本当に止まらない自分の欲なんかは一切ないと思うんですけどね、はい。